じゃあ、とりあえずね、えっ、ー、と、鉄コレの案内化するの、えー、商品のね、案内するの忘れてたんで、え鉄、ー、コレのね、案内していきたいかなと思います。で、今回ね、まあ、生放送を見たんですけど、なんかあれっすね、冷え屋が値上がりましたね。ちょっと古いデータ出てくるかわかんないんですけど、えっ、ー、と、とりあえず、鉄コレの冷え屋がね、再生産で値上がりました。えまずそっちのご案内からしましょうかね。えーと、トミーテック。え赤字企業を押して。えーと、一番下にくとね、わかるんですけど、えーと、これですね。 ここに、あれ。あ、ごめんなさい、えー、っと。あれ。あ、うん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 ,ん。あれ。ちょっとお待ちくださいね。あれ、今、鉄コれってどうやって出してたっけ。ちょっとお待ちくださいね。あ、ごめんなさい、こっちね、こっちですね、ジオコレを押して。 で、えー、旧サイトを押すと分かるんですけど、えー、っと、ね、今回特に旧サイトも必要なんで、ね、ちょっと旧サイトの方も、えー、使っていきたいかなと思います。で、えー、っと、鉄コレヒエですね。で、値段変わってるんで、あくまで旧価格としてまず案内します。えー、どっかに鉄コレヒエいるよな。えページの意見作。あ、間違えた。 いましたね、こちら。えー、ザ山電車。ザ山でいいのかわかんないけど。まあ、ザ山電車700円って。えーえー、観光列車、火へと。昔は2019年にせ生産したとき、まあ、今から5年前か。5年弱前に、五年前弱に案内したときには、まあ、2900円。まあ、税抜きだから3000円だったんですけど、今回から、えー、だからまあ、税込三3300円だったのが、今回税抜三3300円に値上がりしました。えー、ポスターこっちっすね。今回はたったポスター1枚になっております。えー、全部12月っすね。えー、まずバスコレクション。えー、名鉄バススペシャルで出るみたいです。まあ、何の車しか知らないんですけど、名鉄バスが12台っすね。 で、さよなら、今後はせんのかなとんだないし、わかんないけど、三車セットって感じで、なんか変なバスが三台セットで出ます。そして、アルピココツですね。えっと、頭部の2万系、それが改造された車両の、ま、あ渚さドにンってことで、ま、鉄道娘かなそのラッピングトレイン、お値段が6600円出ますよと。で、そこパーツは別途ご案内します。そして、東部スセントラル、さよなら V8 エルカということで、一説のエルカーですかね出るみたいです。 で、えー、トバスですね。えー、トバスが今までさ百周年記念ってことで、まあ今までそのばあの、なんすのまあ一ヶ月に二三本とかで出てたやつ。えっ、ー、と、と最終回まで来たみたいです。えー、東京都交通局といえば100周年記念ってことで、えー、えー、通称なくらいっことで、ね、まあ十年ぐらい前まで。 え、活躍してた。まあ、古いからあれにです、ね、多分2004年とか、多分その辺の頃だと思います。えー、それとですね、こちら、えー、その専用ケースですね。今まで10代とかなんか、12代、13代。その今までバラで発売してたんですけどね。それを一本にまとめれる。えー、トミックスのケースをね、えー、親会社が使って、もう親会社ですかまあ、子会、あの、まあ、自分ちの模型ブランドのケースを使って出るみたいです。えー、100種のオリジナルデザインの多めバージョン1台入り、えー、の、まあ、専用ケースで。 え、一応、ね、6 5 0円ってことなんで。まあ、あ6 0 0円。え、車体が3,300円なんで、え、ケースが2,500円。ま、あま、あそんなもんの感じなんですかねって感じですかね。はい、そんな感じかなと思います。一応ポスターはこん感じですかね。で、最な算ですね。え、比が最終算。え、税込み3,630円なんでね。え、値段値上がっております。ご注意ください。で、なんかね、あとね、え、なんかその、えっと、まあ、あ運転セットも同時集売するみたいなんでね。まあ、これも後でちょっと値段が、まあ、正規値段かどうか、ちょっと見ていきたいかなと思います。はい。ってわけで、えー、じゃあまずどっから出るかな。 じゃあまずそうですね。えこれは先月だよな。日比谷線がいるから。そうですね。じゃあまずは、えこれからも頑張って、えアルピココツの、えー、なとに。これはちょっと、鉄道娘っていう認識でいいのかなあ、ごめんなさい。オリジナルキャラクターだったな。失礼しました。え2010年3月4日1年生は、二代目渚ぎずインに抜擢され、江戸城のキャラクターの、わからん渚をメインにラッピングをされた活躍中。ヘッドマンカー、インサ印刷ヘッドマーク、丸型、角型、それぞれが付属するみたいです。一ー、ちょっとですね、丸型、角型の。 まあ非常にお値段がえ単品で6600円と。それプラス走行パスこちらですね。1 8ル9 t m 0カーると、走行パスえ車輪の A ゾングレーですね。tt0。で、パンタグラフ PS35B 使います。ただこっちね、ここじゃもね,ねで値段とか出ないんでね。まあこの辺はそろそろ値段出るところに繋がってほしいかなっていう感じがしますね。案内する以上は。っていう感じかなと思います。はい。そして続きまして。えー、ぼったくり電車ですね。え観光列車のえぼったくりヘイト。 えー、そうっすね。値段に関しては一応値上がった状態には合ってると。で、これね、あとね、2019年に一番最初再生産ですえ、なんとこれ2年ぐらい前にね、再生産がかかってます。ただね、もう古いデータしか出てこないんで、出てくるか分かんないんだよな。出てくるかな。まあ出てきたらラッキーなんですけど。俺の記憶だとね、2020年に一回再生産がかかってるんですよ。なんか案内した気がするんですよね。鉄これにしては珍しい再生産だなと俺当時言った気がするんですけど。 あ、言ってるわ。<laughs> 出てましたね。2022年11月に3190円。だから当時の価格と同じで再生してるんで、まあ言っちゃうんですけど、たかが2年の発売で、えー、まあ値上がったんですよね。税抜き分が税込みにって感じで。まあちょっといただけないなーっていう感じですかね。ちなみにこれさ、イモンとかにさ、残ってないのもしかして。残ってたらさ、大至急イモンでさ、それ買っちゃうのもありじゃねぶっちゃけ。 これ、鉄、これはどこになるんだあ、鉄道コレクションちゃんと買ってもらうのかトミックスの方に。これは親切ですね、今。ええー、と、ごめんなさい。これもう検索書ゃたとこ早いな。あー、ちょ、今にも在庫ないみたいですね。なるほど。まあ、2900円なんで、えー、いくら えー、2,900円。3,600円の2割引きだと24に。24、25。あ、そんなもんかあ。そうですね。3,600円の新しいのの2割引きか。まあ、これはちょっとま、ね、今,今の方に在庫ないんでしょうがないですけど。だもしね、在庫が残ってるショップさんがあれば、まあ、買っちゃってもいいんじゃないですかね。わかんないけどって感じですかね。えーと、これ、旧製品のデータ。で、こっちが新しい日へのデータ。で、今回、ですね、えー。こんな感じ。で京都の出町ンから、えー、冷え、冷え残口わかんないけど。えー、まあ、こんなのセンと。 で、えー、冷えのか、今回、走行セットも、なんかぼったくりセットも一緒に出ますんで、えー、まあ、合意いたします。まあ、そんなこと言うかな。で、倉庫パーツ、16メートル級、ATM10R、走行パーツ、T 字のある、え、パンタグラフ、えー、まあ、2個入りか、1個必要ですよ、と。えー、そして、それのスターターセットがこちら。え、パンタグラフも入ってんのか、これは。いや、動力とあれだっか。動力とレールセットだけっすね。えー、っと、ちょっと値段検索するか。ちょっともしかださいね。今ね、ポケモンのね、あのー、なんつうの えっと前の動画でねポケモン手にいたんですけどそれも今ねお引越ししながらやってるんでちょっと申し訳ないんですけどなんだかんだね忙しいんで <laughs> ごめんなさいねでえで、ー、お値段はえー、っと電卓3630円のえ走行パーツが TM10 動力入れと TM10RTM10R こ,こ,パーツこっちはね出るんですよね、こうクリックすると。あこっちか。えー、TM10R が、お値段が、えー、TM10R、あこれか、16メートル級へ。3740円。えー、それに足すことの、えー、車両の動力ユニットと鉄道模型運転セット。これ、親会社のかな、多分。 えー、制,制御機器で出るかな制御機器、えー。そうですね、ここにスタートセットが出てくるんで、多分出てきてもおかしくないんだけど、番号いくつだっけ、えーミ,ニえー、ミニ模型運転セットか。 えっとあこれかこれですね多分ミニ鉄道模型運転セット。 あ間違たもそうすね一緒っすねでお値段がえー7700円え一、ー、15070円っすね定価それが今回お値段が14300円なんで差額いくらだああ700円ぐらいはセットで買った方が安いんだなるほどねうん <laughs> なるほど ただこれもあの、えーと、この運転セットって通常ミニカーブレール対応なんですよ。だからこれ、走れる車両っていうのがだいぶ限られるんですよね。えっ、ー、とどっかに帰ったら座るだよな。あ、これですね。一応ミニカーブレール、チェーズランキングのカーブレール走行できる車両に制限があります。一応ね、えー、走行の車両リストをお考ください、ね。一応レールサイズがこれになるんで、まあ、普通の、N、なんですかだからこのセットを買ったから、ついでにじゃあ今後、えっ、ー、とね、まあ、鉄これとか、まあ、そういうの増やそうかなと思っている人向けのセットではないんですよ、これ。一応これ、どれがいけんのミニカーブレール対応。 確かに、ね、最近発売の機関車とかに、ね、一部はいけるのは知ってるんですよ。71番台って結構行けるよな。あ,あ、そうっす。台形の機関車だいぶいけますね。に、あの、カラシとか。ただ問題なのが20メートル級の電車でもピンキレなんですよ、これ。ただ、加藤の車両は絶般的にやめてください、これ。マジ、マジで危険だと思います。基本的に N ゲージって最終通過半径は書かれてるんで、ほとんどの車両セットに。一応こういう感じでミニカーブレール対応マークがある車両だったらいいんですけど、新幹線は多分無理だろう。 そうですね最近発売のスペーシアとかまでの一部あるけど逆にと最近発売の電車にミニカブレル対応マークは付いてねえのか可能性的に例えば直近発売する車両だと、まあ、この ED75 の機関車この機関車は多分ミニカブレル対応されてるんですよいやしてないわあれ e d 事5でも対応してるやついなかった これ番号7187。ED75 でも。そうですね。一応 ED75 でも9163とかの一部車両は対応してるんですけど、今回の71は対応してないのかっていう風うにこういう時に、ね、たまにエラーが起きるんですよ。そうですね。これはミニ被れる対応深みですよね。いける車種といけない車種がいるのかちなみに、ーズるはお前も無理か。客車も無理。えちなみに、1000番台はあ、1000も無理なんだ。 てか、そもそもミニカフェレルっていらなくねちなみに生産のコ希5000はお前も無理か。え、ちなみに65はお前はいけるんだ。お前はいけるんだ。<laughs> んだだからこういう風にいけるやつに関してはマークがついてるんで、まあそれで見てもらうからんですけど、ただ正直なこと言うと、俺は、まあ700円安いかもしんないけど、このスターターセットクソみたいな買うんだったら、まあおすすめはしないわな。正直。 うんそうですね。そこまで買う価値があるかって言われたら、まあ、はっきり言いましょうか。ないと思います。はい、以上です。じゃあ次行きます。で、えー、次が、えー、これか。さよなら、混合バスでいいのか。飛んだばいし、富田ばいしわかんないけど。今回さ、生放送ちょっとさ、用事があってさ、まともにじゃなかったんですよね。えー、こちら、1935号がした混合自動車、混、え、合、ー、バスの路線バス。えー、2023、12月の営業でもって、えー、8、6年の歴史に巻くと。 えー、今後は先々自治の富田林大使分かんねええー、この辺が究極何回も好きに行ってますとが、えー、その他の運行になってますうーん一応今回運行終了日り委託運行開始が1年遅れることから、えー、この駅南口とる三社を名乗り設置した集めと,とでお値段は9900円かうーんまあ買いたい人は買えば以上次えーメイはスペシャルちょっとお待ちくださいね えっと、メンテツバススビジューチがえー、こちら。えー、メンテツバス分社が当場しいうから、現在がスタまで各営業所から選定しました。えー、同社の出力者である三菱とエロスタ各社はじめ、ヒノブルリムシーブルリボンツ、また、木に寄せたイスゼルカが登場。また、ヒノセラガの空港バスや三菱エロフェイスの、えー、観光船も登場。えー、過去のやつバスメンテタバス各社に並べてお楽しみください。写真は全部でこちらの12台と。以上、詳しくは知らん。 あれか、ポスターのほうに詳しい内容載ってるとかないこれちなみになんかエラー起きてないよななんかお知らせが出てるすごく気持ちいいですけ、ね、あ,あ、なるほど形式を間違えたんだアホ <laughs> アホ なるほど、そういうことか。なんだよ。<laughs> おた,おた好きだね、こういう誤食すんの。こんなんだから赤字決算になるんだよ。言い方悪いけど。そうですね、今回ポスター見ても、どのバスがどの営業所かっていうのは分かるじゃなあかんだろうね、これパッと見ただけで。まあ、パッと見ただけで分かんなくてもしゃれですけど。<laughs> で、えーっと、次が、さっっしかナックルラインですね、飛ばすの。 これ懐かしいですねこれ何年頃にそうなるんだろう多分ん2000年代だと思うんだけど書いてねえな一応全7種類だったんだえ7種類ですんだっけまあいいやえー、まあ先日全7種類を8月の人格制18分担またこれでめ0 0 0円受けさもそうでそ同時に出ますよとで今回えー気部分が斜めに折れ曲がるデザインを誇らせがしめに行き渡ええー、ナックルからとも言われないした気になるやられんが現在俺に実化したのせっぱ戦を否してます確か2004年頃だと思うんだよな俺がガキの頃のね飛ばすっつったら本当これなんですよね 今のオレンジが入っているから俺この緑のなんか一本カーみたいなやつが俺どちらや好きなんですよね。そうですね、このナックルカラーは結構長い時期走っているんですね。えっ、ー、と、ちなみにね、ごめんなさい。えっ、ー、とね。 ナックルカラージュでは平成25年までだ、えー、2013年か,だか俺がそうす、ね、ガキの頃までいたっていうのはあんな感間違ってないのかただ、ね、俺のガキの頃からねなんかこのオレンジのラインが入ったバスっていうのも増えてたんですよだからねああの昔ガキの頃とかよく浅草とか行くとなんかねこのバス半分オレンジ色のバス半分って感じがしたんですよね当時だからねそうですねなんか懐かしい感じがするんですよこれが一番ベーシックにまあそんな感じですかねただまあ高いんですよね、まあ、どこの影響かわかんないんであれなんですけどそうですね全然わかんないですね まあそんな感じかな。一応出ますよと。で、えー、こいつらの、えー、一本化にまとめれるケースがついて、えー、おまけでバス1台ついた高いセットがこちらと。まあこちらですね。これ多分ね、前回のね、そのなんかの時言ったんだよな。なんか可愛いラッピングのバスいるからさ、これ出たら欲しいなって言った気がする。多分ね、前回なんだっけミのべだかミとべだかまとべだかみたいなさ、カラーリングのバスでなかったっけ記憶にないんだけど。なんか出たんだよな、先月。 確か先月出た時に先月か先々月出た時にチラッと調べたんだよな。そしたらねな、なんか小学生がなんかがね、ラッピングした可愛いバスいいぞっつって俺なんか言った気がする。記憶にねえんだけど。あ、そうですね。あ5月か。5月の時の見延カからですね。多分この時かなわかんないけど。記憶にねなんかね、言った気がするんだよね。可愛いラッピングバスがいるっつって。確かね、小学生がなんかのデザイナーズなんだよな、これ。ちょっと待ちくださいね。 これは扱いじゃどうなるんだ、えー、オリジナルデザイン多めバージョン。えっ、ー、と、飛ばす、えー、100周年。えー お,お <laughs> ちょっと待って。おい、7月八日これすげえぞ。川崎市交通局と飛ばす。なんかコラボするんぞ。えー、っとね、川崎市交通局、東京都交通局。2024年に川崎交通局が80周年、飛ばすが100周年。えー、ちなみに荒川線が50周年を迎えるため、なんかマスコットキャラクター入ってアート募集キャラクターキャンペーン実施するって。応募期間四月2日から四月21日までだって。じゃあこれ、ラッピングバスも出るってこともしかすると。 え、ちょっと気になるんだけど。<laughs> なんか作品はノビリティグッズやバス車体のラッピング等を通じて紹介する予定ですことは、少なからず飛ばすと加測しやすオリジナルラッピング出そうっすね。えー、楽しみじゃん、これ。うん。どれだっけななんかね、あるんだよね、その飛ばす100周年の。なんか車両一覧みたいな。 んねえんだよなこれかなあそうですね多分これだこれがなんかその当時100周年記念ラッピングバスとして当時このホームページに載ってたんですよこんな感じで。 かね、小学生の女の子がんかがデザインしたバスって発表された気がするんだよな、まあ、詳しくは俺も分かんないけどあごめん違うやつだった <laughs> 俺が言ったのこれっすねこっちだった俺が言ったかわいいわスって バスがつないだ的な百100周年しこのし。これなんか面白いですよね。俺これ以好きなんだよね。これ、えっ、ー、と、高等営業所東07系統、東22系統。知らん。<laughs> 運行情報を検索できんの うーん、どれかわかんない、どれかわかんない、どれかわかん、なんか待って、東京都交通局、なんかミンクルラッピングやってるって今。えー、しかも東映アニメーションもやってんの、ちょっと調べてみる。本日運行予定です。としか乗ってねえ。運行予定だけど、車両の位置、9時28分、早稲田付近だって。へ、えー。ちなみに今調べたんですけど、このミンクルバスってやつ 調べるとね、こんな感じ。えっ、ー、と、4月8日掲載のミンクロバス。25周年。なんかね、パステルってやつ今日運行予定みたいですね。まあ、ホームページに載ってるやつだ。詳細出させてもらおうや。一応こちら。車両現在地、10時24分。<laughs> ピンポイント。池袋三千式だって。えー、系統改装だって。おい、こら改装 <laughs> で三千ってことは送り込みか知らんけど。えー、こんなのあるんだ。でも、このラッピングバスは全部終わっちゃったんですかねもしかすると。 ちなみに紺色のバスもえっ、ー、とね今営業中っすよねえ紺色のバス秋26系統かすかさい橋東詰め付近かさい駅前行きで運行中だってへえ飛ばすってこんなのあるんだ便利だねっ、えー、とちなみに100周年オリジナルデザイン号に関してはえっ、ー、とねえー、2台いるのか分かんないけど上69系統っていうのにいる えっと、小竹橋車庫前の行き先で、現在高野の馬場駅付近ですね。走行中は。こちら。これちょっとあの、多めバージョンじゃなくて、これあの、小竹橋わかんないけど、この、営業所ちょっとどこなのかわかんないけど、この、このバス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 現在ここっすね。えー、10時28分現在高、高野の馬場駅前付近走行中だって。で、もう一台が、本日運行開始予定で、こちら。10時21分現在、青梅車庫で寝ております。って感じっすかね。えぇ、ー、飛ばすって結構、これあれなんだ。バスの追っかけってしやすいんだね。 まあ俺関係ねえからいいけど。興味ねえし。ちなみに、えっと、ナックルラインナックルラインのこのバスが82年からのバスになるのかな扱い上は。ちょっとわかんないんだけど。なんか、俺のスマホさ、Wi-Fi が死にやすいからさ、終わりなんだよ。 えっとね、ナックルラインのバスなんですけど、今日営業中になってる。えっ、ー、と、本日運行予定で、今改装で、深川自動車営業所付近にいるって、10時11分。今が10時半ぴったりだから、20分ぐらい前ですね。20分ぐらい前に深川自動車にいるって、今、車庫に。ふーん。深川ってことは東西線の方か。ふーん、なるほど。まあそんな感じですかね。ってわけで、あのバスのホームページで、あの現在地わかるんで、あの気になる人はあのホームページアクセスしてあげてください。あのリンク貼らないんで、ご自身でお調べください。はい。 俺はあの東京都からお金もらってないんでそこまでなんないをしません。で、えー、残ってるのはこれですね。えー、東バスセンタラのさよなら V8L が。えー、2002年4月にバス事業部が分社化。えー、東バス株式会社はバスセンタラル、バスウエスト、えー、バス2個設立。で、えー、東バス株式会社は統括会社として管理業務を行い、バスなんかは、えー、各3社が担当と。うん、で、今回2 0 2四年東武鉄道直営路線バス事業を開始して90周年迎えたと。なるほど。 で、今回90歳の人みたいものは、討伐の職者だった、いすず、えー、でいいんだよな、これ多分。わかんないけど。まあエルガの V8 エンジン搭載者が、えー、引退となりますと。で、2010年5月11日、東伐クリス最後にやった、えー、この2 7 1十社の引退を記念し、えー、ミサといいのかな営業所イベントで開催る大きなの話と。で、この、えー、討伐セントラー所属のこの2 7 1 4号車を選択しますということで、まぁ、あ、東伐ファンの方いかがでしょうかという感じなんですかね。詳しくは知らん。以上。はい、次。 あれ俺消しすぎたもしかして消しすぎましたねしょうがねえか <laughs> あとは、えー、飛ばん案内したあとこの辺なん,かまあなんかクソみたいなトラルシの取れなくなゃんだといいですねはいというわけでこんにちの、えー、今回全部で、えー、にしろうや 10種類ですね。ま、10種類で、ま、もらえませんかと。ま、そうですね。ま、先月がね、ポスター2枚ぐらいあったはずなんで、そうですね。先月は、えま、先月そうです。ポスター2枚か。だったんですけど、ま、ちょっと今月はねは物足りないかなっていう感じですかね。ま、特に先月に関してはね、ま、あの、鉄道コレクション第33弾で大々的にポスター1枚売って、ま、あと、鉄これで5種類。で、バスこれで3種類。だったのが今回ね、ま、あの、バスこれ、これをね、ま、こっちのポスター1台みたいにしたとしても、ま、鉄これ1種類で、 まあ、バスコレが、えー、1,2,3,4,5種類。あ,あ、ごめんなさい。鉄コレ2種類か。鉄コレ2種類、バスコレ4種類。まあ、ちょっと寂しい内容になったかなっていうのが、そうですね、今月にしよですかね。でも、これでもクリスマス商戦狙ってんのかって言われると、どうなんですかねっていう感じでそうですね。だからもう完全にも赤字経営になったから、クリスマス商戦どころではないっていうのがね、まあ、今のトミックスかもしれませんし。うん、まあ、そうですね。ちょっと世間的な、うん、怖いかなっていう感じが、まあ、ポンのシャリとか、トウのサンが増ってるとか、ちょっときそうですね。まあ、危険な香りっていうのがね、まあ、 危険なこれがしないわけじゃないですけど、ちょっとね、俺、俺みたいな、あの、ゲスの勘もりが大好きな人生はね、ちょっと大丈夫かっていう感じはするんで、そうですね、まあ、ちょっと要注意かなっていう感じはしそうですね。はい、そんな感じかなと思います。一応今日のやり品がね、ある人はね、まあ、自分でちょっとご確認ください。俺今回ね、平なしだったんで、えー、軽くね、案内させてもらいます。ただ今10時半なんでね、あと1時間半ぐらいちょっと休憩して、えー、グリーンマックスの方の新作品が今日の12時からでございますね、えー、また、あ、もこの動がか,かってる方にはもう特に新作品出てますんで、ねえー、すみませんけどお待ちください。で私が、ま、た次のでおしましたありがとうございました。